さあ、アイス黒ごま、チョコミント、ラムレーズン、キャラメルナッツ、カプチーノ、イチゴミルク、そしてこちらの方はスペシャルになってます。僕3種類でいいですか？2種類で3種類目をは1つ私に。あ、じゃあ僕稲見さんから。あ、ゴロから、はい、なんで1個飛ばされる？順番がちょっとあるんで。僕ね、ラムレーズン、イチゴミルク。うわぁ、そんなちっちゃい頃なんか憧れたよな。そしてここからはそれぞれのおすすめを私が。稲垣さんにはこちら。それ何？こちらはですね、すごいですよ。何何それ？ナンバーはすごいね。シャトーマルゴー。え？ワインだ。すごいお高いワインをアイスにしてみました。え、マルゴーをワインにしたの？はい。あ、マルゴーをアイスにしたの？マルゴーをワインにしたのって、アイスにしちゃいました。それちょっとありえないでしょ。ありえないみたいですけど。俺ワインがいいよ、じゃあ。同じくこれもシャトーマルゴー。マジで？ソース状にしたもの。あ、だからシンゴから俺らに向けてのスペシャルアイス。マジで？うわ、これじゃ楽しみだね。楽しみだよ、だって自分がどういう風なチョイスをしてくれるのかってね。なんかゲストになったか、ほんと感じがしてきた。うん、いい、これじゃ溶けちゃうから先食べてな。もう食べていいんでしょ？はい、どうぞ。どう、シャトーマルゴー結構ね、確かにワインしてるかもしれない。すっごい渋い。うまい、うまい、おいしい。意外とね、お酒好きな人いけるかもしれない。じゃあ僕はチョコミントと、チョコミントとカプチーノにしよう。チョコミントと、うん、そこまでいいの？最後に何を乗せられるかなんだよな、このアイスはな。あ、それぞれあった、うん、だってゴローにワイン持ってきたんだよ。ってことは木村なんだ？木村君スペシャル。上の買ったのは何ですか？どうぞ食べてみてください。何？納豆です。納豆どうですか？でも本気でね、言われれば納豆って。納豆を美味しいアイスにと踏ん張ってますよ。踏ん張りは感じるよ。どうですか？僕結構これ好きなんですけどね。あー、この引き割り感。微妙な引き割り感な。辛く、もう本当だ。辛くな。これ納豆じゃんこれ。でもうまい、うまい。さあ続いていきます。ね、これ罰ゲームなの？違いますよ。攻撃で作ってるんですから。続いて草薙寿司。はい。ね、黒ごまと、はい、じゃあキャラメルナッツにしようかな。納豆すっげえ残ってね。納豆。今ね、カプチーノで消してる。